スフォルツアートの尾又です。ご覧いただきましてありがとうございます。トランスポートの特集ということで、本日はこの DST ラケルタ、それから DST リンクス、この2機種を持ってまいりました。順次ご紹介していきたいと思います。まずはこの DST ラケルタですけれども、ネットワークトランスポートでございます。後ろ見ていただきますと LAN の入力があって USB の出力がございます。でこの USB の出力を USB ダックにつないでいただければ、その2機種で2つつながった状態でネットワークと、ネットワークプレイヤー、3ボックスでいうとこのレンダラーっていうことになります。ですので、CD のトランスポートと DAC をつなぐで、トランスポートと DAC って呼びますけれども、ネットワークプレイヤーのこれがトランスポートで、今日はこの MSB の DAC、 これをつないで2つつないでネットワークプレイヤーと、そんな感じで、デモしていきたいと思います。このラケルタ、こんなちっちゃい箱ですけれども、なんでちっちゃいかというと、これ電源外なんですね。AC アダプターをつないでいただくような形になります。で、なんかボタンだのなんだのいろいろくっついてますけど、これはソフトのアップデート用の機能で、先ほど申し上げたように、機能としては本当、LAN 入力、USB 出力、まさにそれだけです。で、この箱の、いいとこ、特徴ですけれども、これ、つないでいただきますと、ストリーミングのサービスに対応できるようになります。ダクティナっていう専用のアプリがありまして、こちらは iOS 用、それから Android 用、どちらも無料でダウンロードすることができます。で、これを使っていただきますと、Tidal、コバズ、それからもうちょっとすると Amazon が使えるようになります。ですので、この箱1箱追加していただきますと、デラの NAS を使って、この中の音源を鳴らすこともできますが、ストリーミングのサービス、インターネットから引っ張ってきた何千万曲の音源を聞くこともできるようになりますっていう、そういう箱ですね。ただ、タイダルは日本に来るかどうか全然わかんない。から、コバズはこの秋から始まると言いつつ、まだ始まっていない。で、アマゾンは、申し訳ありません。現状まだこれ対応できていません。今日現在で、この録画している今日現在ではまだ対応できてないんですね。ただ、もう本当に認証の試験すべて通って、あとはアマゾンが判子をしてくれるまでのを待ってるって、そこまで来ましたんで、多分これが放送される頃には、きっとアマゾンも対応できてるんじゃないかな、そんなステータスでございますが、ただ今日現在はまだ、そういう意味じゃこれ足しても何もできないんですね。そうすると何のためにこの箱いるんだって話になりますが、アクセサリーと、音質向上用のアクセサリーとお考えいただければ、これの価値があるよってところをちょっと示してみたいかなと思います。始まりの日に白いノートブック
出たんじゃないかなと。なんでまあ足した価値はあるかなっていうのが私の印象です。でなんでこういう差が出るのかですが、まあ USB ダックにしてみれば来たデータが何か変わったかっていうのは何一つ変わってないんですね。同じデータが来たはずです。あの1ビットたりともデータは変わってない。でもこういう差が出る、なんでだろうなんですけども、よく言うのはこれを入れてシンプルになったから説明するんですね。一箱入れて電線も余計に配線してコンセントも余計使ってどこがシンプルじゃって話なんですけども、仕事で考えるとシンプルなんですね。デラが直結で鳴らしてた時にはデラはサーバーとしての仕事もしていて、かつ USB で送り出すっていういわゆる再生の仕事もしていた。なんでサーバー兼レンダラーなんですね。でそれに対してこれ一箱入れてやるとデラはサーバーだけの仕事に特化することができます。でこいつが再生するいわゆるレンダラーの仕事をします。ですんで、デラにしてみれば仕事がだいぶ減ったんですね。なんで、まあ、それぞれがこう自分の専門の仕事をする、まず負荷が軽くなるっていうようなことで音が変わる、まあ音質が向上するっていう言っていいと思うんですけども、そんな効果があったんじゃないかなと思います。そうですね。でちょっとまあここであのストリーミングの再生をいろいろデモするっていうのも一つなんでしょうけども、まあまああのそのインターネットにある音源どれもこれもここで音楽かけちゃうわけにいきませんので、ちょっとそのデモはなしにしてデラの中に入っている音源聞いてみていただきたいと思います。
まして、この DST リンクス、こちらの紹介をしていた、いきたいと思います。この DST リンクスですけれども、これも同じくトランスポートなんですが、弊社の製品ご存知の方であればトランスポートあったよねって話で、DST レプスって機種がありましたけども、それの後継の機種になります。レプスはもう生産終了で、こちらが新しい機種としてデビューすることになります。で、レプスと何が変わったのかですけれども、機能的には何にも変わっていません。USB で入ってきて、LAN で入ってきて USB で出す、もしくは LAN で入ってきてゼロリンクで出す、あと USB で出して入ってきてゼロリンクで出す、この入出力の関係は全然変わっていません。で、変わったところは何かというと、電源が大きく変わりました。と、レプスは中、スイッチングパワーサプライが3個入っている、そういう構成だったんですけれども、これは完全にリニアの電源になりました。で、結構な大きさのあるトロイダルのトランスが3個収まっています。ですので、重量もだいぶ増えました。で、しっかりトランス支えるために、この底板の補強が入っているんで、その点においても、重量が増してるし、剛性も上がってる。まあ、それが音にもつながってる。そんな製品になっています。で、回路も一部増えて、発熱も増えたんで、この天井にこう、放熱の穴が開きました。そうですね、レプスも結構熱くなる機種でしたけども、こいつはちょっと あっちになりすぎで、放熱しないとちょっとなかなか無理だなっていう形で、天板に穴を開けることにしました。まあ、外観変わったのはそのくらいですかね。はい。で、まあ、これ同じようにトランスポート、DAC とつなぐとネットワークプレイヤーになります。で、つなぎ方としては USB でつなぐか、ゼロリンクでつなぐか、この2種類あるんですけども、まずはその USB でつないで、お決まりのこの MSB の DAC とつないだ状態で、1曲聴いていただきたいと思います。はい、まあ、課題曲ですね。白いノートブック、リンクスと MSB の DAC つないだ状態でお聴きください。こんな感じでリンクスと MSB で流させていただきました。で、弊社の売りですけれども、そのゼロリンクってところがやっぱり一番の売りなんですね。で、ゼロリンクって何かって話ちょっと後で、させていただきたいと思いますが、これ試すのに、残念ながら MSB の DAC にはゼロリンクついておりませんので、弊社の DAC を持ってまいりました。
この下に乗っかってる、こ下に乗っかってるってこれ映るのかな、映ってますよね。この下に、なってる同じような顔した箱、これが、弊社の DAC、DSC グルスっていう機種です。これもう実は製造中止なんですけれども、ちょうど今ゼロリンクつながる DAC で持ってこられるものがこれしかなかったんで、こちらを持ってまいりました。で、あと今重ね置きしてますけども、これ あくまでもこのスペースの都合で、こう撮影の都合でこう2つ重ねさせていただいてますけれども、絶対にこういう使い方はやめてください。で、音質的にも問題ですし、放熱的にも問題で、ちょっとこれだと下手すると誤動作します。今まあ一番上の段で放熱いいから、まあこの状態で使っても多分大丈夫ですけれども、これこの段の中で同じことをやったらまず 100% 誤動作すると思いますし、下手すると故障します。ですので、まあ重ね置きは絶対やめてねって形で、あとまあこの結構熱くなりますので、こういうところちょっと触ってみていただいて、で触り続けていられるぐらいであれば大丈夫ですけども、そのあっちなってなるようだったら、もうちょっと その置き方やばいんでやめてねっていう、そんな感じでございます。で、こちらのダック持ってまいりましたんで、こちらは USB でも受けられるし、ゼロリンクでも受けられます。ですのでちょっとその比べっこをしてみたいかと思います。まずは、USB 接続で DST リンクス DSC グルスの組み合わせ、 USB 接続で聞いてみてください。でその後今度ゼロリンクに切り替えて、で同じ曲聞いて比べてみていただきたいと思います。どうぞ。Thank you.
したでしょうか、USB とゼロリンクの比較。まあ手前味噌ですけども、ゼロリンクだいぶいいなってお感じいただけたんじゃないかなと思います。でこの差どっから来るかなんですけれども、USB ダック、ゼロリンクダック、いずれにしてもダックは、どっかからか少なくともデジタルのデータを受け付けて受け入れて、でそれをアナログに変える、そういう仕事をするわけですね。ですので、何らかの方法でこうデータを受け取らなきゃいけない。で USB で受け取ってる時ってどういう動作になるかっていうと、DA 変換のリズムとは全く関係ないタイミングで、いわゆるバケットとして USB のデータがドカンと届き、それがこう、内部のメモリにザザザザと開けて、一回プールして、でそこから一個一個データをつまんではアナログに変えるっていう、そういう動作になります。ですので、この次のデータ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 ときちっとリズムを取って、正確な感覚で DA 変換している横でドカンザラザラザラっていうやつがいるっていうのが、その USB で受け取ってる状態で、それに対してその USB もしくは LAN でデータを受け取るっていう、そのドカンザラザラの部分の仕事は全部トラポが引き受けて、で、DAC が次のデータ次のデータって、変換しているそのリズムに合わせて一個一個データを受け渡しするのがゼロリンクっていうことになります。ですので、リズムをキープするのに非常にクリーンな環境が、出来上がるんですね。でそれがこの音の良さにつながっている、それがゼロリンクだと思います。弊社とあとCSR さん、ソウルノートさんですね、が、共同で作った企画です。ですので、お互いにこう互換性が当然ございますので、ソウルノートのトランスポートとうちのダックをつなぐこともできるし、逆にうちのドラポとソウルノートさんのダックをつなぐこともできます。そういう、2社で作った新しい、企画ってことになります。ゼロリンク、いかがでしたかね。はい、良さ伝わってると嬉しいなと思います。弊社、2009年にできた会社ですけれども、一番最初に作った製品が DST0101 っていうネットワークトランスポートでした。当時はゼロリンクなんてありませんでしたし、そもそも USB ダックっていうものがまだなかった時代ですんで、DST01 の出力は SPDIF と AES-EBU、 いわゆるデジタルケーブルでつなぐ、そういうトランスポートでした。まあ当時は自分のところにも DAC がありませんでしたから、他社 DAC とつないでネットワーク再生っていうのを楽しんでねっていう、そんな意味で作った製品でした。まあネットワークトランスポートの特集っていうと、なかなかこうそういう意味でも感慨深いものがございます。で、現在はこのゼロリンクっていうものを作って、まあ、これを前面に押し出してこれの良さを伝えたいなと思ってるわけですけれども、こうやってトランスポートっていう単体のものも出して、まあ、これなんか特に他社の USB ダックとつないで使ってねっていう、その DST01 の時の流れの考察がそのまま生きているような、そういう製品でございますし、こちらも、まあ、ある意味、このゼロリンクダック、自分のところがディスコになっちゃったりして、じゃこれどうやって使うんだろうっていうと、まあ、弊社の昔のものを、製品をアップグレードしていただいたものとつなぐ、そんなことを、メインの目的にしている、そんなトラポになっています。で、ここには持ってきませんでしたけれども、この秋発売する予定の、新しいネットワークプレイヤーですが、そちらは DAC とトランスポートっていう構成の2筐体の製品になります。弊社の製品、ご存知の方だと昔の出してた、ネットワークプレイヤー2筐体ですけれども、電源と本体っていう2筐体でした。で、今度新しい製品として出すものはトラポと DAC です。で、間をつなぐのはゼロリンクと、っていう、そういう形の製品を出していこうと思っております。まあ、ゼロリンクの良さが、こう、本当に身に染みてしまって、やっぱこうやって作るしかないよねっていう形で、そういう構成にいたしました。またなんか機会がありましたら、こういった形で、その新しいネットワークプレイヤーも紹介できたらな、なんて思います。ご覧いただきまして、ありがとうございました。